声でわかる。わざわざ何があったのなんて聞かないけど、家族だからそばにいるけど、家族だからこそこんなにも遠い惹かれた線のギリギリで、何も気づかないふり。おかえりの言葉に弾き切れそうな意味を込めた。大丈夫、何があっても味方でいるとか、ただ今の言葉が助けてって聞こえた気がして、何も聞かないけど、そばにいようと思った。君が家に帰ってこないと言うはずだったお帰りと、今夜は彼だよって言葉が悪そうなんだよ。家族だから分かっちゃうこと、家族だからこそ分からないこと、気が抜けて